押し当てたら角度を変えず脇を締めた状態でずっと滑らせていきます。こんにちは。自宅で学べる革教室アトリエネトラポートです。このチャンネルでは130を超える革のアイテムの詳しい作り方動画を発信しています。メンバーシップ A クラスにご登録いただくとそちらの動画が見放題となります。レザークラフトを始めようとしている方、たくさんアイテムを作りたい方、無料の型紙も用意があります。ぜひメンバーシップ A クラスに登録していただき、一緒にレザークラフトを楽しみましょう。さて今回は基礎編2023、新しくリニューアルしたもの、コバのヘリを落として磨いて使っていく、今日はヘリ落としの工程となります。それではヘリ落としです。ヘリ落としはこのコバの切りっぱなしのところ、上のところと下のところが角があると思います。この角を落として丸みを出し、その後、溶剤をつけて磨いていく下準備となります。ね、角があるとこうぶつかった時にへこんでしまったりよれてしまったりします。ヘリを落とす道具はこちら、ヘリ落としという道具になっていまして、先っぽが二股に分かれています。0番、1番、3番とありまして、革の厚さによって使い分けてください。でこちらの真ん中の二股に分かれているここに刃がついていますので、ここを革の角、このとんがっているところに押し当ててずっと削っていきます。角度はですね、右すぎず左すぎず、革の方に倒れてしまうと革にこの先で傷ができてしまいます。かといって革の角の方に傾きすぎると今度はね、削れなくなってしまいます。ちょうど斜め45度、二股の真ん中にこの角のまっすぐの線が来るように削っていきます。角からは入らないので少し進んだところから入っていきます。押し当てたら角度を変えず脇を締めた状態でずっと滑らせていきます。このように革の角が落ちました。これは表面、銀面の角を落としましたが、例えばこちらのバッグの入り口、こういったところは裏側もヘリを落としますので、裏側もヘリを同じように落とします。その際このように縫ったところ、縫い合わせるところが見えるところはね、角まで削ってしまうとここが接着面ちょっと浮いてしまいます。浮いてるのをなくすために、この縫い付けるところはね、1センチ1センチ開けといて、両脇こちらは削らない削らない、真ん中だけ削っていきます。でこのようにね、スーッと裏側削れることもありますし、削りづらいこともあります。そんな時はこんな感じでガリガリいってしまって大丈夫です。この後の磨きの工程でコバは綺麗になっていきます。でさらに革に傷ができてしまうことあります。柔らかい革は削りづらくなりまして、なかなかこう削れないことがあります。特にシュリンクレザーなどの柔らかい革削りにくいです。無理に削らなくて大丈夫です。紙やすりでこのように上から下に削っていくと、ヘリ落としをしたように滑らかな角が出来上がります。で練習をしてみて上達してから本番に向かうといいと思います。ヘリ落としができたらこの後磨きの工程になります。ヘリ落としは使い続けていると切れ味が落ちてきます。メンテナンス方法は別の動画にまとめてありますので、そちらもぜひご覧ください。ここの練習が終わったら練習をね、次々としたいと思います。いらない革でこのようにまた角を出して削る練習をしてみてください。ね、脇を締めて角度を変えずに進んでいきます。いかがでしたでしょうか。基礎編でいろいろ学んで作品を作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。